タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。そもそもお店でどうやって食べられ方をされてますか、お客様は。もう全て調理をしてなんですが、例えばご飯と一緒に食べてるのか、なんかお酒のつまみとして食べてる割合の方が多いのか、どっちが多いですか。お酒のつまみ、つまみですか、はい、だとしたらターゲットは多分お酒を飲まれてるおじさんなんですよね、うん、ってことは YouTube の中でも、まあ、おうちでまじ牛とはどっちかというとファミリーとかそっち向けなのかなっていう気もするんですよ、まあ、つまみでも食べられるけれども、じゃあ YouTube としてもしかしたらさんがバッチリだったかどうかっていうのはもしかしたら違うかもしれないですしね、はい、酒飲み YouTuber いっぱいいますからそういったところにむしろ出してお酒と一緒に食べてうまいって言ってるところを見てもらう方がもしかしたら効果はある可能性ありますよね。おじさんターゲットだったらそれこそやっぱり大きい方がいいんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、ちっちゃくするより。あ、まあ、それの改良は随時できるのかなと思います、はい、さんが食べてたりもします、他の YouTube で。 ありがとうございます。はい、同じような形態で。それは商品送ったら食べてくれたってことですか。商品送ったら食べていただいて、まあ、動画にしていただける してくださいよとも言ってないんですけども、もともと皆さん送らせていただいたのはファンなんですけども、そういった形で送らせていただいたらぜひ動画にさせてくださいという形で。お金かかってないで、まあ、でまた追加でご注文いただいて。だからこっちからお金払ってないんですね。入ってないです、はい、すごいですね。さらに宮崎牛のやつをやってません。はい、そうです。私は、はい、それも送った。はい、でもらってない。はい、いや払ってないのね。はい、そうです、はい、なんでこんなみんな紹介してもらえてんの、すごくない。そのノウハウが一番高く売れるかもしれない、うん、逆にジョーさんが聞きに来たいんじゃないそれは本当に人柄とかなんかこうなんか手紙つけたとか。そうですね、まあ YouTube で多分少しぐらい払ってますよね。全然払ってないですか。全く払ってないです。全く払ってないですか、はい、うーん、嘘ついちゃうと成立したお金なくなっちゃいますよ。大丈夫ですかすごいですよね。そうです、はあはあ、だけど逆に学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エイバー代表林直弘、年商100億、日本初授業をしない塾武田塾の教場数は全国300校を突破。フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める。だけど逆にそういう本当にみんな案件だと思われてそんな売れてないのかな。本当にこれ実力じゃないですか。でこの〇が紹介された時は結構売れたんじゃないですか。そんなことないですか。いやそれが売れない、まあ、正直宮崎牛ってワードで言うとおそらくもっと安いところもあれば、販路でいうと多分お客様の買うところはたくさんあるかなというところでどちらとも送ったんですけど、宮崎牛と、ホルモンと、だからボディビルの大会の前だということでホルモンはちょっとっていうことでオリジナル性がなかったのかな。いやそのでもこんな大物 YouTuber に次々紹介されててそんなに儲かってないっていうのはなんかね、やっぱなんかまた不安になってきたんですけど僕そのお願いしているところがやっぱりそのかなと、その動画をこうしてください、ああしてくださいっていう形で私は言ってないので、そのなるほど、動画をこういう構成でお願いしますとかこういうふうに話してくださいねとかっていう話を待ってる。けど今の時代逆にそうじゃなくてもこれ実力で本当に美味しいと思って紹介されてるんで、そういうものの方が売れやすいと思うんですね。だからそのそっちの方が売れやすいにもかかわらず売れてないんだから、なんか相当なんかなんだろうなって思ってきたな逆に。そうですね、けどすごいですね本当ね。いやもうありがたいことに、はい、なんか欠点と長所が浮き彫りになってきた感じがします。そこなんとかしたらジョーさんになれるかもしれないですねなんでこうジョーさんね、いれば話早かったねって結構出てるのにねいつもねなんかイメージですけど、やっぱこんだけ結構露出しててしたら、そのあんまりこう売り上げが伸びてないっていう現状があるとしたら、やっぱそのターゲット層が明確じゃなくて、その知ってもらった先に買ってもらうまでの力が弱いんじゃないかなって素直に思うんですけど、そこら辺はどう思いますか。おそらくおっしゃる通りで、はい、そのページまでは多分というか数値を来ていただいてる時も1日で多分何万人とか 2万人ぐらい来ていただいてるんですけど、購入に至ってないというのを見るとやっぱりページ力というか、お客様がポチッとしていただけるまでの工程がノウハウがなさすぎるのかなと。
その通販のノウハウがなさすぎるのか、はい、ってなるとなんか今回も、まあ、そのインフルエンサー広告でのこの資金調達になるとは思うんですけど、まあ、同じような結果になってしまうんではないのかなって思ってしまうんですね。なんでしたらこうフックな、まあ、本当にしっかりこうターゲットを明確にして、その売れるもの、売れる、まあ、知ってもらった後に売る理由をしっかりこう作ってから今回のようなこう広告を打った方がいいんではないかなとは思うんですけども、ちょっとそれがすごく心配であるというか、広告打っても見られて終わってしまうのが起きてしまうんじゃないかなとは思うんですが、僕も EC 販売ちょっとチャレンジしようと思ってて、はい、やっぱその分解して考えないといけないことって結構ごっちゃになって考えてしまうことが多くて、はい、やっぱこう広告を打ってば売れるとか、はい、まあ、そういう部分でこう分解ができてないことを僕自身もあって、そこら辺がちょっと、そうですね、実際ページを、まあ、ページを見て視聴者が、はい、買う人がこうウェブページだったりとかを見てっていうのをそっちの目線で考えよう考えようとは思うんですけど、どうしてもその作り手の側の目線でしかそれがちょっと見れてないというのが多分現状なのかなと。金額にしろ説明文にしろ、これ今ページ見たんですけど、はい、商品ページのトップが全部こうパッケージの写真なんですね。普通だとこう焼いて調理した後美味しそうに見える写真を、まあ、インスタグラムでも1枚目ってすごく大事って言われてるのに、なぜこのパッケージに入ったこの真空パックみたいな写真にしてるのかなっていう。で中入ると裏面があって、あの焼いてる写真があって、あの盛り付けされた写真っていう順番なんですね。これ多分全く逆だと思うんですよ。でここでももうやっぱ入ってきた段階での離脱率ってすごく上がっちゃうと思うので、なんかもったいないなと思いますね。それも含めてあれですね、投資した後にアドバイスをもらった方がいいかもしれないですね。投資された後にね、おそらくそこにもう単純に多分センスがないっていうところだと思います。はい、あのドキドキワクワクしないんですよね、そのパッケージを見ても。僕も今日試食の時にパッケージを出しているのを見て、ああすごい既製品感あるなっていう感想なんですよ。あれが例えば皿に盛り付けられてると全然違うわけですよ。そこに何かねこう差し色も入ってたりとかすると、うん、でそこに先ほど鴨本社長が言われた通り、ご飯があるのかお酒があるのかなんですよね。なので例えば商品を目立たせて売るっていうのが目的じゃないんですよね、ホームページって。それを家庭で食べてるところを想像させた時に楽しい家庭のイメージがあるのか、酒を飲んでる人が酒がうまくなるようなイメージにするのか、ドキドキワクワクさせないためなんですよ。それがただ商品を載せてるだけじゃやっぱ売れないんで、もしかしたらその動画を見た方がリーチはされてるかもしれないですね。でもそこで買うのをやめたっていう人がいっぱいいる可能性ありますね。はい、実際アクセス数とか調べてないですか、ホームページ。数値は出てるんですけど、本日のウェブからの集客とかっていうのが、ウェブっていうのはその動画が配信された後ぐらいのとかっていうので、まあ、そこからの流れだろうっていうのは分かるんですけど、あのなんていうかね、閲覧数とかそういったところは、はい、あ見てます、はい、結構な上がり方ですか。やっぱり動画が上がるとパンと上がるというか。どれぐらいですか、ビュー数。大体覚えてないですか。さんでいうと、まあ、再生回数にもよると思うんですけども、初日が6000人ぐらいページに来ていただいてると。でその次の日がもう少し上がって7000人ぐらい、6000、7000って来てるんですね。1万3000ですよね。ってことはこれが全員に売れてたら4000万ぐらいには行ってたってことになりますから、そのうちの80万しか売れなかったってことですよね。うん、多分ホームページに問題あるかもしれないですね。ファンディング希望額達成まで残り100万円。クオリティに反して売れない現状を踏まえ、その原因を探る虎たち。最終局面、何かが起こる。じゃあ僕出していいですか。100万円ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、鴨本社長からの100万円出ました。とりあえず鴨本さん、お出しいただいたコメントを。はい、あなんかそのよくある商品が美味しいからみんな紹介するけどマーケティング下手で売れてないよねっていう、まさに典型だと思うので、まあなんとかなるんじゃないかなと。なんかこのホルモンを多分これおかずとしてめちゃくちゃこう安く簡単に、なんだろう、食べるラー油みたいなポジションがすごくいいのかなと思ったりとか、まあこうやりたいなとかいろいろ思いついたりはするんで。で今こう皆さんがこうおっしゃってることが全部マーケティングによるところの課題感だったりするじゃないですか。でここはまあ多分美味しいホルモンを突き詰めていただいている方からしたら担当外のところなんで、まあ
そこはなんかすぐ治るというか改善できるところなのかなって思ったんで、第2のお家でマジ牛タンを目指してやる感じだったらいいのかなと思いました。先日あのまさしくあの鴨本さんがおっしゃってた通りですよね。どういう人に出したいですかって言った時に、鴨本さんはこういう人に出したいんだっていうドンピシャが来た。でなんか久しぶりですね、あの最終決断まで行かずに、お二人から100万円100万円と出ましたんで、この段階で完全オールです。おめでとうございます。他の皆さんにちょっとあの感想をお聞かせいただきたいと思います。はい、竹野社長いかがでしょう。もう出したかったんですよ、はい、いやもうあとか初めてこれ書けるのかなと思ったんですけどまあまあそれはもう全然、はいはい、素晴らしいです。まあ、あの本当にホームページの部分だけだと思ってて、もうそこ抵抗やったら何とでもなるだろうって僕は思っちゃったので、はい、あの頑張ってください。ありがとうございます。はい、竹内社長。はい、僕もあの竹内社長と全く同じ意見で、あの何とでもなると思ってるので、あの期待してます。ありがとうございます。はい、大阪社長。僕も出したかったです。ありがとうございます。でなんかこうやっぱ数回しかまだこの令和の虎出てないので、ちょっと尺を気にしちゃってちょっと200万円目出しづらかったっていうので、タモさんがお先出させてもらったので、ぜひ応援してます。同じ飲食として頑張っていきましょう。応援してます。ですね、はい、あの皆さん予測してなかったと思うんですよね、はい、あのでもこういうのがあっていいなってすごく僕思っていまして今。ということで、看護師社長から100万円、林社長から100万円出ました、じゃあ受け取ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。鴨本さんがきっとあの、まあ、のあか別料金がコンサル、鴨本さんも協力してくれると思いますし、ジョーさんにも相談できると思うんで、なんかいけると思いますので頑張りましょう。はい、ありがとうございます。あとちょっと補足でコメントなちょっと一個したかったのが、その結構インフルエンサーマーケやりたいって言ってすでにご自身でいろんな人に送ってるじゃないですか。でこれも結構素晴らしいなと思ってて、ほとんどの人はやっぱそういうのやらずにインフルエンサーマーケやったら売れるっしょぐらいなノリでやっぱ思ってる方多い中で、いざ自分でこうまず未然に切ってというか自社の商品を送ってみたいな、その行動力みたいなのもちょっと素敵だなと思ったっていうのも感じました。はい、はい、ありがとうございました。では高橋さん、あの今日の感想いかがですか。はい、ありがとうございます。これに臨むまで結構緊張していろいろ考えてきたんですけど、やっぱりあのいつも見てる面々が目の前に座るとやっぱりガチガチになっちゃうなというところと、やっぱり話したことが伝わって最後まで行かずにですけどオールになったことは本当に嬉しいことだと思って、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。林株元が札束を動かし完全オール達成。磨き上げた商品力と行動力を生かし、見事虎の心をわしづかみにした。第2のお家でマジ牛タンを目指すため、とろけるマンゴーホルモンの戦いが始まる。新たな虎の子の挑戦は続報を待て。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。高橋さんちょっと遠いので、宮崎なんで今日はズームでつながってます。高橋さんおめでとうございます。ありがとうございます。はい、いつものようにですね、せっかくあのマンゴーホルモン、虎の社長方々に食べていただいて、多分視聴者の中にもですね、ちょいと食べてみたいなというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、いつものように虎の子応援 EC サイトで販売することにしました。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、一応説明してください。どのぐらいのボリュームでおいくらで売っていただけますか。ご家庭用に 200g ずつ小分けにさせていただいて、はい、それが5ピで計 1kg で、通常が4100円送料込みでやらせてもらってます、はい、今回は別に3700円で送料込みでお願いいたします。はい、もう一度僕の方で繰り返しますけれども、200g のパックを5パック入れて、送料込みで通常4100円ぐらいのところを、今回は3700円で販売するということになりましたんで、改めて申し上げますけれども、送料込み、税金込みで3700円で大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします、はい、実はね、まだ試験段階なんであんまり利益取ってないんだよね。そうですね、はい、なんで多分これしばらくするともう少しあの高価なものになると思うんで、今買い時だと思います。で、いつものように1週間限定で、皆さんに、販売しようと思いますので、この後すぐにですね、虎の公園 EC サイト概要欄から入っていただいてお申し込みいただければ、
1週間限定で販売をしようと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。はい、最後になりますけれども、高橋さん、視聴者の方にぜひメッセージをどうぞ。ありがとうございます。今回出させていただいて、令和の虎視聴者の方に買っていただけましたら、一つ一つ心を込めてお作りしております。届いたら美味しく召し上がっていただけることを心から願っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで私からもよろしくお願いしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。